はい、どうも、シュウジミでーす。でーす。はい、お願いします。お願いします。というわけでですね、はい、本日、私から普段見てくださってる方にご報告がありまして、はい、今回は、それを発表していこうと思います、はいはい、この度、ラガーズ対談させていただきまして、次商品どうするんだっていうことで、はい、都内にある、はい、企業チーム、クラブチームの監督をやることになりました。はい、え、監督？監督す。正しくは監督兼選手をやることに。プレイングマネージャーってことなりましたね。はい、そうっす。まあそれもあって、ラガーズを対談ってことになったんですけど、まあ、前回ラガーズ対談っていう、まあ、動画出したと思うんですけど、野手として、まあ、一からやるってことで、良平と一緒のチームで撮影しながら伸び伸びやらせてもらったんですけど、はい、まあ、その中でもちろんピッチャーの指導とかもやらせていただいたんですけど、まあ、指導プラス野手でもうちょっとレベルを上げたいなっていうところもあって、いろんなチームさんに声をかけていただいていました、はい、そこで、まあ、一件監督兼選手やってくださらないかという話をいただいて、どういうチームかなと思ったら、やっぱ若いチームでこれから楽しくなるようなチームで、本当に今年から結成されて活動を始めたっていうチームなんですよ、はいはいはい、チームとしても選手としても若いチーム。そうですね、僕のせいで平均年齢上がっちゃうっていう、はい、一番年齢が上で27歳って言ってたかな。ああ、俺より若いんだじゃん。もう1回見学して、2回目に参加してきました、はい、大会にも出ました、まあ、そこでピッチャーなんか140球ぐらい投げるピッチャーだったり、甲子園によく出るような高校の出身の、まあ名門校出身の選手だったりとかが多くて、すごい意識が高くて、年下なのにこんなになんか頼もしいんかっていうところもあるし、うん、本当今までさ、まあ、見てりゃ分かるけど、はい、キャプテンもやったことないし、エンジンとかまともにやったことないじゃん、はいはいはい、普段からやらないタイプで、まあ、でもまあいろいろ指導とかその指示とか結構してあった方ですけど、まあ、あとはなんだろうな、まあ、コミュ力はちょっとあるんかな。いや、だいぶあるよ。まあおかげさまでね、初参加のその見学の時に、はい、気づいたらもう選手と戯れてた俺初対面よ、全然初対面なのに、ずっと一緒にキレ出せやったり、こうしたらこうなるよっていうちょっとアドバイスもさせていただいたり、うん、まあやっぱ YouTube やってることもやっぱ多少のなんだろうな、興味を持ってくれてるので、うん、僕が持ってきた、結構多いじゃん荷物って、俺。そうですね、物色しだして、これ出すかみたいな、結構動画で出してるけど、やっぱり見てない子たちなんで、まだ知らないことが多いんで、まあいろんな野球ギアとか教えて、こういう風に使うんですねとか、これちょっと自分のレベルが上がったら嬉しいんで、ちょっとまた使わせてくださいとか、そういうのもあるし、今の時点、俺がいない時点ですごく強いのに、いろんな野球ギアの何キレラスとかさ、はい、ヘッドランとかさ、いろんな肩ケアグッズあるじゃないですか、これ。そうですね、そういう部分に関してもすごい新鮮さを感じてくれて、コミュニケーションやばいっすよ。まあそれが若いチームのいいところでもありますよね。年が年なんで、なんかやっぱ上から言ってくる人がいないんで、うん、すごいやりやすいってのもあります。まあ今のラガーズもそんなにいなかったけどね。まあいないけどね、いないってのもあるし、でそのラガーズとその今のチーム違いって言ったら積極性。ああ、それはある。自分から聞きに行くとか、自分からこう話すとか喋るとか、守備してる時も声出すとか、ね、そう、声出すのも惰性じゃなくて意味のある声。まあそっちもちこっちだよとか、ポジショニングとか、そう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 、まあそっち行く可能性あるよとか、そういう声をもうより細かく言ってるような感じ。そう、まあ、あとはまあもうそのグループラインには入らせてもらったんだけど、首脳陣グループラインがあって、うん、そこもまあ5、6人ぐらいいるんだけど、やっぱその何15、6名ぐらい今全部でいて、はい、その中の3分の1ぐらいはこう首脳陣としてこう上なんだろう、事前に LINE でこうミーティングするような感じなんで、監督だけが、代表だけがいろいろ決めてとかじゃなくて、その中のチーム内の5、6人とか、まあ、ほんと3分の1のメンバーたちで相談して、そ試合まで の平日の期間とか、はい、こうミーティングとかしてるんで、まあ組織っすよね。もうそこはなんかすごいなと、この打順の方がいいんじゃないとか、この守備位置の方がいいんじゃないとか、はいはい、その大会は何に今年出ましょうかとか、そういう来年か出ましょうかとか、そういうのもなんか話したり、すごくなんかこれから面白いなっていう感じだし、元アメリカの独立リーガーの子がいるんですけど、彼がキャプテンやってるんで、すごく面白い、コミュ力もすごくあるし、まあアメリカ行ってるやね。でそのチーム名なんですけど、はい、こちら EBC っていう野球部、野球チームとなります。大会出る時は多分株式会社 EBC かもしれないですけど、はいはいはい、EBC 野球部の、監督兼選手をやらせていただきます、はい、よろしくお願いします。ちなみに株式会社っていうことは、会社がありまして、はいはい、江戸川区にあるんですよ、はい、で江戸川区のところに室内練習場が実はあって、貸したりしてるようなところで、はいはいはい、クーニンズの川上隆平さんが野球教室でやったりとか
してる場所だったり、テレビとかの収録とかもハンカチ王子も来たことあるらしくて、まあ江戸川立地いいっすからね。そうっすね。その EBC はその江戸川ベースボールクラシックで EBC らしいんですよね。でまあ EBC だけがその経営じゃなくてまた別で会社もやってて、うん、で ABC もあるみたいな。その中の一つが EBC って。そうですね、まあ、そういった感じで本当に企業クラブチームでやれるということなんで、うん、まあ今出てる大会が最強リーグは聞きましたね。プライドジャパンもなんか出てるっていう話は聞きました。でまあ2024年は今ちょっと今話し中ですけど、まあ、他の大会とかにも出たいかなという話は、まあ そ, うですね、そんだけレベルが高ければプロスター目指せるんじゃないかなって、ね、たくさんの大会で。そうですね、まあプロスターもそうですけど江戸川区にいると連盟所属してますんで、はい、今年はまあ3部だと思うんですけど、まあ、来年2部に上がって、うんうん、でうまくいけば再来年は1部で、はいはいはい、スタイガーさんいますね。馬渕さん馬渕さんいますんで、やばいのいるな。もう2年後にはそうなればいいと思うんですけど、うんうん、まあ、僕もやっぱ江戸川はちょっと遠いかなと思うんですけど、基本メインは連盟以外は基本憲法でやることが多いんで、まあ、そうですね、オープン大会であれば。そうですね、最強リーグもやっぱ基本憲法が多いんで、うん、憲法だったり、まあ、富士見のらへん、三好とか富士見とかあっちの方、河川敷らへんね、はい、とかでやることが多いそうなので、こちらでもうぜひね、ぜひ監督翔平のチーム対戦してくださるチーム様、ぜひともお待ちしてます。オープン戦やりましょう。ちなみに背番号はもう決まってるんですか？背番号はまあ、30と言いたいところなんですけど、はい、17番です。プレイングマネージャーだから。そうっすね、特段30を背負うこともなく、まあ翔平中山ってことで17番をさせてもらって、わー、ビッグフライビッグフライを目指してね、はい、頑張っていきたいなというふうに思っております。はい、まあ、本当面白いですよ。もう来てほしいもんな、一回な、カメラマンで来てほしい、面白い、本当に。あとまあ別の動画で出すんですけど、僕サイン出したことないですよ。あー、はいはい、それすごいね、今ね悩んでる。出し方わかんないっていう、どこ触ったらいいかわかんない。結構さ、メインとしてはさ、まあさ、こう顎とこう胸とベルトとかであるじゃん。まあとか帽子とつばとか。俺なんかこうなんだあんだってここすごいいっぱい触る。こうねえ、ここあんのみたいな。ここなのになんか俺どこ内科行きますよみたいな。内科問診。検診ね。検診か。検診のあれみたいになってる。内科検診のやつ、ね。心臓の音測る。そうそうそう、あれをしてるような。おままごとじゃねえか。難しいんですよ。なので、まあ、次の動画でね、はい、ちょっとサインの練習しようかなと思って、はい、サインどんな感じなんやっていうところで、うん、出してって思います。とりあえず今回は、まあ、対談を前回した報告しましたので、はい、新しいチームのお話をさせていただきました、うん。まあ実際もう正式にはもう来年からなんですけど、もうこの11月12月、ちょこちょこオープン大会の場合は参加してますので、はい、まあ、何チームかはもう合ってるんで、翔平 TV 今そこ入ったなっていうのは知ってます。ぜひとも大会対戦すればね、実際会えますし、その EBC 自体レベル高いんで、多分強いチームとどんどん試合すると思うんで、まあ知ってる人らに会う機会は結構多いと思います。 EBC で野球やりますので、ぜひとも応援の方よろしくお願いします。本日はこちら EBC 野球部に入団したと、監督兼選手で入団したということをご報告をしました。この動画良ければ頑張れ翔平、翔平監督頑張れ、ビッグボスと思った人はチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。そして翔平 TV 実はインスタグラムを新しくしました。こちらもフォローの方よろしくお願いします。それでは終わります。ありがとうございました。